はい、こんばんは。どうも、こねずみじゃよ。ということで、ニオのこねずみです。本日やるのはこちらのマップ、脱出10秒前というゲームをですね、やっていこうと思うんですけど、どんなゲームかはよくわかっていません。早速やってみようか。脱出10秒前。これゲーム名ですね。これマップ名か。おかしいところを見つけよう。これですか。おー、なるほどね。ステージ1、ボタン。これを押せばいいのか。あ、なるほどね。間違い探し的な。あ、いっぱいあるパターンか。あふり。とてもり。変わったところを、7つ押すのか。下のやつ全然見てなかった。意外とむずい。意外とむずいですね。何？色合わせ。色合わせとは？同じ色のろうそくを置こう。はあ、もう無理かもな、一旦。はい。あ、こっからそうか。こっからですか。これも結構ギリギリだったんですけどね。はい、ステージ2、色合わせ。これ同じろうそくを、色のろうそくを置けばいいっていう感じのやつっぽいんで。こうでしょ？で、黒、水色、赤、オレンジ、青、紫！やめて！マウスのホイールでいつもガーってやってんだけど、これ遅いんだよね、多分。これ1、2、3、4、5とかで制御しよう。いきます。もう、数えてる言わないよ。オレンジ、赤、黄色。もうボタンの操作が下手くそですか。そうですよね。そうなんです。コメントありがとうございます。クソが！いきます。あ、逆に。ボタンだよな。オッケー。キーチャー。ピストン。もう失敗した。失敗したら1からやばいって。何？どういうこと？ああ、そういうことか。うわぁ。理解。置いたけどね。カス。赤を置きましょうよ、僕は。ねえ。そういうゲームじゃないですか。そういうゲームをやってるんじゃないですか、今。もう何がもう見えん。全然わからなくなってった。もう勘弁してくださいよ。そんな勘弁して2回押した。チンチン言うて。チンチンはあかんか。チンチンはいかんな。あと1個やね。一旦もう生かしてもろていい？飛んで。もういいです。緑見つけて、オッケーオッケー。で、さっきここにね、緑が出てたんよ。で、ブロックをどんどんで渡していくんだけど、10秒でやらなきゃいけないわけで、ここに出ると思ってる。ここに出るから、まずこれをギュッてやって引っ張ってこっちを押してギュッて押して、で、これ引っ張ってギュッて押してを繰り返せばいい話。話か。どこそんで、こっちもう無理って話していいじゃん。くっそー。よし、帰ってきた。で、さっきここだ。ランダムだろ、どうせ。準備したってしょうがない。行ってみよう。だから、こう、こうでしょ？こう。うわお！わお！全然してみない。わお！え？でよ。クラフトって言ってたよね。クラフトって言ってたけど、なんか作り上げろとかそういうこと？はい。これは簡単じゃない？ああ、理解しました。無理？無理？よし、来た！せめて10面ぐらいは行きたいんじゃない？一旦。押してすぐクラフト台を見る。で、もう配られたアイテムをこっち見ずにもう作っちゃう。これそう。なんだっていい、なんだっていい。なんだって、なんでお前手伝えてる？ OK、きっちゃー！色合わせとは？あ、染料が出てくるから、ここ、多分予想ね。ここの色、ここの色を作れってことじゃない？多分ね。あ、そういうこと。そういうことか。間違えた、そんで。黒だし。あー。これ一回ずつ覚えなあかんのか。はあ、変わるのか。はめられた。くそ。そのためにあんなにいっぱいあるのか。2個目のダイヤは一緒だと思うんだよね、多分。病気になる、病気になる。はい。何それ、もういいよ。もう全部固定にしろよ。だから、これもう帰ってきたけど、もう十字が出て、その色の部分に乗せるってことね。理解。もう理解したけどさ。ほい。ほい。はい。緑。はい。オッケー！記憶。これ、一個俺の話なんだけど、自分コロナになった時に、後遺症として記憶力を奪われたんです。覚えてるわけねえだろうが、バカが。覚えてるわけない。なんだよ、それ。10ステ行くの無理じゃないか？俺は無理だと思うね。足元に置くのやめろって。なんだろうなぁ。あそこだけすごいイライラするなぁ。もう一回ボタンでやってみるわ。前の問題、以前の問題。向いてないっす。ちなみに向いてないっす。はい。自分ボタン向いてないんで、マウスカーソルっすかね。まあ長年マウスカーソルやってますからね。この中学、いや高校か中学から始めたこのマインクラフト。やっぱ昔のまんまじゃないとやっぱ体に染みついてないですよね。そうなんですよ。やっぱそのスタイルじゃないと自分もできない。もうこのスタイルでもできないならもうやめちゃった方がいいのかなって思うんですけども。このビストなんか見てください。これスムーズな仕事。このクラフトも完璧ですよ。あ。ぶねえ。何してる？マジで。黄色、緑、青なのね。これ2ステージ目で最後に置いた3つっていうのが。で、黄色、このね、下のアイテム欄の、ここ、ここなわけですよ。これバババって置いて、もうクリア。はい、ありがとうございました。あざした。こういうことですよ。うわ、出たこれ。うわー。わー、なんかわかった気がするわ。あれでしょ。スイッチがあって、ピッて押して入ってっていうのを、多分ランダム？ここ、1、2、3、4、5。ここ？どっかに出るんでしょう。何枚超えるんだろう。見る感じ 3？ かな？やだなぁ。もう戻りたくない。おう。は、はい？何言ってる？何言ってんの？何言ってんの？何言ってる？オッケー！来たけどだね。これが3個あるわけでしょどこ、でもこの部屋のどっかにコードが入って、出るんでしょう。殺すぞ、マジ。何を言うてる？え？今さ、このゲームやってる人の配信をちょっと見たのね。え、俺手持ちに白い紙来てたもう戻ってきた、ねえ、手元に紙が出るっぽいから、番号をよく見て打つよ。いくよ。119。26149全然無理全然無理だ OK はぁ、緊張する。よし、行くぞ。全然無理あ、終わったー。終わった、もう。いきます。間違えた、上だぞ、ペ。8868は楽じゃない？それも最初からミスってんのがきついっすね。ここスタート、ちょ待って、一個言いたいんやけどさ、ここスタートやばない？ここスタートにしてほしいんだけど。こう押してこう行くと上から見ちゃうんだって。わかる？正真正銘の最後やっていい？俺の人生終わりって感じで、もう意気込みでいきます。いきます。これが正真正銘のラスト。で、もうこのね、クリアしたいなって思ってるんですよ。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。もう本当に。